マガ競輪。はい、今回はこのメンバーでマガ競輪2回目の方の収録を行っていきます。おい、やったー。あ、でも出たね、241。え、241？ うん、ほんとに？うん、当たった。このレースで34,100円勝ち。はい、ということでここから後半戦10レース目の予想を立てていきたいんですけれども、はい、その前に前半ですね、4レース、5レース、6レースの終始の方ちょっと軽く振り返っていこうかなと思います。はい、私がですね、4レース、5レース、6レース全部見事的中させまして、終始で言うとプラス1万ちょっとくらい浮いてます。なので目標は 2万円にしたので今いい感じできてますね。バルペコさんはどうですか？私はですね、はい、4、5とちょっと当たらずマイナスだったんですけど、6レースでちょっと大きめなのを当てて、はい、今のところプラス2万1000円。おお、目標が、20万なので残り今約18万。あれ、なんかすごい勝ってるはずなのにな、なんか負けてる感じするよね不思議だよね不思議とそして永山さんは、はい、はい、僕2レース入れて2レース当たったんですが、ガミってしまった1レースがあったので、今マイナス5000円ぐらいですかね。あ、でもまあまあみんなすごいいい調子ではあるんじゃないですか。まあこの調子で後半戦みんなプラスを目指して、はい、ちょっとやっていきたいんですけど、10レース目、ここから決勝ですね。はい、決勝のなんかこう予想の立て方とかってやっぱポイント変わってきますか？うん、あ、 ありますあります。お、決勝は、はい、全員やっぱり優勝したいんですよね。うん、強い選手が集まってるってことですもんね。そうそうそう、決勝はだから、みんなで勝つっていうこと以上に、やっぱり自分が勝つっていうことを意識する選手が増える。うん、ラインで勝とうっていうのももちろんあるけど、一方ででも俺は絶対他の選手には負けないぞって思いながらみんな走ってる。じゃあよりこう自力の選手以外の番手の選手とかも、よりこう1位を目指して走ることが増える、そんな10レースの展開予想聞いてもいいですか？はい、1番4番が北日本ライン、5番2番7番が西日本ラインですね。で6番3番が福岡ラインとなってますね。2対3対2の3分戦なんですが、はい、どの選手がバック取っていくのかなっていうのを2人に予想してもらいたいんですけど、はい、どうですか？もうバックはダントツで1番の立花選手なんじゃないかなって思っております。5番の選手もさ17回取ってるよ。あ、本当だ。でも1番の選手は青森なんです、あ、なるほどね、地元の人ね。で私メモに、バック取れればって書いてあるんですよ。いいね、そういい予想だね。一番の立花選手にバック取れればって書いてあるので、立花選手にバックを取っていただきたい気持ち、気持ちで見てました。あ、いいですねペコさんどうですか？いや、私も1番と5番に丸がついてるんですよ。で、逆にあの6番の選手は私は今回来ないかなって、っていうのも、まあ、ここの数値もあれなんですけど、インタビューってあるじゃないですか。インタビューでその永田選手はね、私の勝手な見解ですよ、あの自由に走ることができたしやった方でしょ、自分でやるみたいな、なんか若干満足してるかなって。そう、なんか燃え尽き症候群出てる。そう、一着やるぞみたいな気持ちはないんじゃないかなって。だから絡んでこないんじゃないかなってちょっと予想。なるほどですね。僕のまず見立てをじゃあ、説明していくとですね、この1番立花選手と5番の橋本選手は、大学の同級生。おー、あ、そうなんだ。同じ自転車部だったのかな。それで競輪の試験をプロ試験を受けて、本当だ、同い年、2人とも、同期で合格をしているっていう、つまりバチバチにライバルになりますよね。熱いですね。しかもこのレースの中で他の方たちは40代の中、20代の2人なんで、そうですね、123期まだ若いので、だもうお前だけは絶対負けないって思う相手って多分立花選手にとっては橋本選手だし、その逆もまたしかりだと思うんですよ。うわ、熱ー。だからね、多分ね、意識し合うと思うんですよね。今大会の調子だけで言うと、5番の橋本選手の方が、上位にいそうかなっていう感じですね。そうなんだ。橋本選手強かったですね、初日2日目と。へー、で、これポイントなんですけど、はい、1番と5番どちらが
先行するにしても、うん、それぞれそこで足を使うので、はい、このレース多分ね、うん、強い選手2人いるんだけど、うん、それゆえに展開ごちゃつくと思うんですよ。まずバック取りたいっていう争いで消耗するってことですか。そうそうそう、チーかゴーが逃げた時はすんなり決着っていうのもありそうだけど、うんうんうん、それ以外のパターンも考えて予想するのがいいかなっていうふうに思いますね。4番のあれですもんね、田崎さんは、うん、あの橘を刺すって書いてありますもんね。刺したんだ。2日目昨日のレースがまさにそれですね、はい、同じレースを走って橘選手の後ろから田崎選手は差し込んだって1着っていう感じですね。なんか自力の選手よりちょっと番手の選手入れたい気持ちが出ちゃうんですよね。分かる、4番のそうなのよ、田崎選手やっぱ1番と5番が負けたくないじゃん、うんうん、でうわーって戦うじゃない、うんうん、でちょっと力尽きたところをやっぱ4番がかっさらっていくんじゃないかなって、まくるんじゃないかなってちょっと思うよね。くまちまそう、スタッフサイドはえ勝ってるからやだ。でも聞けよ、でも他の人たちがみんな、まあ、ベテラン程度40代じゃないですか。40代って結構疲労きてると思うんですよね。でなんかあのでもこれ本当に私 YouTube で見たんですけど、若い選手はやっぱ疲れを持ち越さないんですって。あ、なるほどね、だから、うん、でそうそうそう、で決勝とかになってくるともう多分結構疲れが残っちゃってるんじゃないかなって思うんですよ。でも逆に、うん、自分の体のことを分かってるから、うんうん、あの寝てるかもよ、よく逆に若い人は興奮とかで夜まで起きてるかもしれない、ね、しかもあの因縁の相手みたいな勢いであのメラメラして燃えない、寝れないみたいな、ドキドキみたいな、そう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 可能性はありますよね。私の中ではねすごい最推しはやっぱ一番なんですよね、立花選手。今ねすごい最推しではあるんですけど、私は1番と5番に行きたいんだけど、逆に私は田崎選手を押します。なので4番から買います。あーすごいくっついてきてあったかい。でも一応父のとつりを感じるから、あれ本物、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 これ本物。第10レースくまちゃむの車検こちらとなっております。ちょっとねボックス買いをしてみたいなって思ったので、今日初のボックス買いをしました。 1,2,5 のボックスです。個人的には1番の選手を推してるので、ちょっと 1,2,5 のボックスと、1着6番、2着が3番の、あとは全 6,3 全で買いました。こちらが、ボックスの方は各300円で、6通りの1800円で、こちら穴の方は100円でかけたので500円です。はい、私がですね、4番の田崎選手ですね、王が、3連複で415フォーメーションで買って、でもう1個が、2社複で415で、あとはちょっと捨てきれなかったんで強めの人、やっぱ5番1番捨てきれないんで1着5番2着1番の、あとは246が3着でくると、あと63全で、3000円ですね。3000円の1万2000円で1万5000円あら買いました。すごいですね。僕はもう1番と5番、あの強い自力選手2人の先行争いと見て6のまくりっていうところから、うん、はい、6番、3番、3番、6番を中心に、まあ、あと細かいのをいくつか買ってるっていう感じです。トータル7000円ですかね、はい、よろしくお願いします。じゃあもう1号は買ってない、1号では買ってないってことですか。1号買ってない。よし、来てくれよ、来てくれよ、よし。であの私後半から分かりやすいように、あの4番の田崎選手を応援してるので水、あ、青い手袋をさせていただきますええ、見えるかな。私はトータルコーデとか白なんでな、応援してる感じに立花選手なるかな。私あ青だ、青だでも買っても買い目違うな。さあ大事な買い目違うな。大事なフォーメーションになってきますが、1番、うん、立花選手がスタート取りましたね、はい、このままバック取ってくれれば私は強いんじゃないかなって個人的には思ってます。バック取れればそうなので、4番が上がって、立花選手2社なんで、はい、難しいかもしれないちょっと逃げてくるかな。あ、今ちょっと前に、あ、今これで、これでいいライン完成、ラインが完成したのか。まずこの2人が先頭になったレース2の3分戦です。赤丸のホームに入っていきます。先頭1番の立花翔也、さあ後ろを見ています。後方警戒する1番の立花、中段5番の橋本さん、先に6番が来ますね。どうでしょうか。あ、来てますね、来てますね。6番が前を切りますね。5番が行く、あ、だだだだ、来ましたよ。あ、立花選手が5番だ、5番が、5番がとか言ってた、ごめんなさい。早いよ、きついか。4番立花選手さすがに厳しいか。これ田崎選手、田崎選手いけるよ。橋本選手の、あーもう決めちゃったもんな。あー
れないかな、どうだ、これは厳しいな、1番まくり出たね、あー、来てる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 、立花さん、行ったよ、川崎選手頑張って、立花さん、お、あ、1番だ、1番、すごい、え、すごい、かっこいい、かっこいい、え、立花さん、512、あ、当たった、125ボックス買ってるんで、515当たった、おめでとう、見事、あ、よかった、後半戦の初戦も見事見事見事、安い、820円、安いですね、512ということで、ま、見事当選しました、ボックスの方がやった、私も当たりました、お、3連単、ただね、ちょっと2番人気で820円だったんで、ちょっと安かった、私300円かけてたので、うん、めちゃくちゃギリです、連勝記録続くね、本当にちょいプラ、2000円買ってるんで、なんで16400円なんで、プラス1400円、ギリがみらなかった、あ、僕はハズレです。はい、ということで続きまして、はい、11レースですね、はい、11レースガールズ決勝です、ガールズ決勝、わー、小難しいですよ、はい、小難しい、わーい、ガールズラインの概念がないので、はい、こんな感じ、もうバラバラ、はい、誰がどう出るかわからないという感じです、うんうん、まあ、先行の印が多くついている選手が、まあ、逃げるんじゃないのかなっていうところから予想を組み立てていく感じになりますね、はい、ガールズなんですけど、ワルペコさんの熱量がすごくてですね、うん、ワルペコさんが一人、ガールズの中にめちゃくちゃ強い選手がいたんだけどって、うん、昨日めっちゃ言ってきて、うん、吉岡選手ね、そう、吉岡選手、しおりさんマジで強いよ、でも走り、昨日の走り見たんですけど、うん、マジめちゃくちゃ、めちゃくちゃ速かったですね、うんうん、ただね、ダントツでしたね、昨日は、あれなんだよね、インタビューを全員分の2人で見たんですよ、そう、全選手の、うん、そうなんです、で、足が重いって言ってました、そうなんです、足がちょっと重たいですねって言ってて、で、あと寒いって言ってたんですよ、そう、寒さ弱いのかなってちょっと寒いですね、なるほどね、みたいな、だからその辺はちょっとね、気になりましたね、うん、ただね、すごい走り見た感じはすごいダントツで速かったんで、うん、やっぱ結果見てもすごい強そうだなって、でね、一応推しを作ったんだよね、そう、私たち推しを作ったんですよ、はいはいはい、今回のレースの、そう、チャムさんは、はい、3番の小泉選手、これがインタビューの感じがですね、はい、ちょっとなんかこう、なんていうかな、力が抜けている感じというか、すごい調子良かったですみたいな感じで、こうなんか楽しいみたいな感じだったんですよ、はいはい、ですごいなんか似てるものを感じたんですね、すごい、はいはいはい、で、私が4番の松井選手ですね、この人がすごくプレッシャーに弱そうな感じの子で、うん、なんかちょっと通ずるものあるんじゃないかなって、うん、そう、なんか押せるねー、そう、そう、押せるねいいね、推しを作ったんですけど、うん、推しを作ったってか推しがいたんですけど、でもまあ、やっぱ強さで言ったら、うん、吉岡さんがやっぱ目は引いてますね、初日2日目と、はい、ガールズ実際に現場で見てまして、うんうん、この吉岡選手 の、はい、強さにはちょっとびっくりしましたね、うん、強かったですよね、他の選手とちょっと格が違うなっていうのを感じましたね、うんうんうん、はい、この人今年賞金1300万円で他の選手と桁違いに稼いでますよね、本当だ、すごい、やっぱ強いんですよ、本当だ、うん、ちょっとこの中でですね、見過ごせないのが1番の畠山翡翠選手なんですよね、はい、直前というか43日間欠場ってここに書いてあるんですけど、うん、はい、で落車をして、はい、で右手の中指を折ってるらしいんですよ、骨折してるんですよ、うんうんうん、で骨折明けのレースなんですね、うん、で、初日2日目と見ましたけど、はい、まあ元々持ってるポテンシャルほどの力を発揮できてないのかなっていうところでした、ね、競争得点もだってこの中であんだけ熱弁してた吉岡選手より高い、うん、あ、そう、同じか、同じ等しい数字なのに、うん、その迫力を感じないっていうことは、うん、やっぱ調子落ちしてるのかなっていう、そう、インタビューでも本調子じゃないですって言ってたんです、うん、やっぱそうだよね、そうなんですよ、インタビュー大事よ、そして、ね、それを見てきたっていうのがすごいよ、そうなの、うん、まあ元々強い選手っていうことだけはまあ頭に入れつつ予想って感じですね、そうですね、はい、モリンちゃんはどれだと思うんですか、まあでも狙いとしては63はやっぱその軸にしたい、63は軸でしょうね、硬い6と推しの3をメインで買いつつ何を絡めようかなっていうところではあります、ちょっとオッズまだ見てないんだけど、うん、多分ね吉岡さんが大人気、大人気だと思うよ、ね、そうですよね、あ、安くて買えない、本命すぎるってことですね、あ、なるほど、吉岡さんですよね、安くて買えない、私はちょっといろいろ考えたけど6番はモリンちゃん車券であるんで、逆にやっぱ自分の推しを決めたのならやっぱこの、うん、松井選手に頑張っていただいて私もこれから頑張ろうという気持ちをいただこうかなと
え豊富なの草オッケー買いに行こう。ガミリソウ何円かけよう。第11レースの買い目の発表をしたいと思います。はい、うまちゃむ車券こちらです。今日1絞った気もします。1着36、2着36でここは返してます。で3着に1245で各500円ずつかけました。今日で一番多めにかけてます。なので合わせて8通り4000円です。推しなのでちょっと強めにかけました頑張って小泉選手はい、ということで私もですね、はい、あの推しの言ってた松井、松井選手ですね、にかけまして4のフォーメーション4の2着36、でもう1枚が4枚あるんですけど、ちょっと手袋ちゃまだな。4の36、で3連単で4の2着36の3着136、でもう1個が、あ、これモリンちゃん車券だ。もう1個が634の3連複。あとはモリンちゃん車券で1位6、2位が34、3が134の4枚、3万3000円です。え、3万3000円、はい、すごいね。だってあと2レースしかないんだから。推しへの貢ぎがやばいそしてはい、はい、僕6336からいろいろ買ってます。あ、一緒だ。1万2000円です。やっぱ63ですよね。やっぱ63かなって。そうっすよね。ちょっと本当に楽しかった。そう、もうね、もうドキドキして、もうドキドキ人気タイプ、ドキドキしてるんだから。あ、来た。さあ頑張れ。ガールズ系ご家族の方も見に来てるかもしれないからね。メンバーが前傾姿勢に入っています。おい、5なって11。さあ走り出し、序盤の一緒に出ましたね。あ、いいっす。あ、なるほど、ね、走り出しはちょっと遅いんだな。あ、でも松井選手いい足してたわ。いや、あのあれね、見た目見た目ごめんなさい。いや、足っていうと違うのに来ますよね。あ、いいじゃない。さらに上がって今の私の前にね、はいはいはい、夢の選手はちょっと後ろからのスタートとはなってる。あ、前に行く気ですね。これ前に行く気ですね。さては2番手につきまして、はい、まだ最後に差し掛かってないこの静けさがまたちょっとなんか、そう、本当に嵐の前の静けさみたいな。そうそう、静け者、静け者、もう口も回らないよ、緊張しすぎてね。走ってない側が緊張してるんだから、こんなに。あ、ちょっと動き始めて、動き始めちゃった。あ、前に上がってきた。来たね、小泉選手、前に上がってきた。大丈夫だよ、大丈夫。いいね、この、あの後ろから、後ろについてって感じで。私がついてる。いや、私がついてるのはちょっと無理かもしれない。頑張れ。あ、頑張ってほしい。重そうって何。重いが私がつい、あ、重いがすぐ体重に持ってっちゃう。あ、いいよ、出てきたよ。さあ、いけるでも来てるね、吉岡選手が来てるね。あ、強いね、吉岡選手。あ、ちょっと近い。あれ、お疲れ様、ありがとうございましたいい走りでした頑張ったよ。これからやっぱり若いから、やっぱりこれから成長するんだよ。笑ってる？笑ってるね。笑ってんな、ほら。だいたいモリンちゃん車券がにさあ2着当ててくれないかな。11レースの結果4260円。なるほど。あー、思ったより、なるほど、うん、思ったより差がついてないんだ。まあボックスとかで買ってる人が多かったのかな。13番人気ですね。今回は当たらず、みんな当たらず、当たらず、残念でした。悔しい。まあ、私今のところ全勝だったんですけど、ここでちょっと初めて、途切れちゃいましたね。ちょっと5番をね、入れられてなかったんで、そうですね。あ、推しが、推しが、いやー、まあしょうがない、推しは頑張りましたよ。頑張ったね。そうですね、そう、頑張ってた。いつか返してくれるか、推しが。はい、ということで、はい、次が12レース、ラストです。最後のレースとなっております。はい、はいはい、はい、じゃあ予想の方していきましょうかね。お願いします。ライン構成が、こんな感じ、このような形で、2対2対2対1の4分線
に分かれてます、はい、まあ、3分線プラス短期って感じですね、うん、結構細かいですね。そうですね、うん、で、はい、このレースは、はい、おそらく1番の猪狩選手から人気してくるんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、うん、はい、初日も2日目ももう驚きの強さで、はい、ダントツでした。ダントツの成績を残してるんですね、はい、飛び切り強かったんですが、うん、決勝に残ってくるような選手たちなので、はい、他のライバル選手ですね、他にも7番の野中選手、はい、3番の田頭選手といます。うんうん、この力だけだったらこの1番の猪狩選手が抜けてるんですが、うんうんうん、連続優勝中なんですよ、この7番の野中選手っていうのが、うん、そう、右肩上がりって私書いてますね、うん、メモに。あ、素晴らしい、はい、まあ、決勝乗ってきてるので、うんうんうん、まあ、この人も有力だし、まあ、この3番ですね、初日の特選競争で、はい、自在、あの、自分で逃げてるんですよ。普段そんなに逃げる選手じゃないかなと思うんですけど、はい、だから逃げもできるしまくりもできるみたいな自在タイプなので、うんうんうん、はい、まあ、このレース実はどこも切れないなっていう印象ですね、僕は。なるほど、すごく難しいです。あの、シンプルに考えれば1番中心かなと思います。私は、うん、まあ、1番の猪狩選手が強いって思ったんで、うん、その、あの、番手の6番の大崎選手が青森なんですよ。はいはいはい、はいはいはい、でしかも、うん、割と賞金とか見ても、うん、なんかちょっと頑張ってそうな気がして、うん、ちょっとすごい気になってます。はい、そうですね、すごい気になってます、うん、実はね、昨日の準決勝、うん、12レース1着猪狩選手で2着大崎選手だったんですよ、うんうんうん、で、大崎選手初日はちょっと逃げに踏み遅れて3着になってしまったんですけど、昨日はですね、この強い猪狩選手のすごいスピードのあるまくりにぴったりついて離れることなくゴールしてきたので、うんうん、まあ、修正してきたっていう感じですかね。だから、なんか、うん、刺してる回数も多いんですよね、過去の見ると。あ、そうですね、はい、そうですね、うん、この中でダントツじゃないですか。気になる、気になりますね私はですね、まあ、チャムの言った猪狩選手ももちろんなんですけど、うん、あと大崎選手もなんですけど、うん、あの、私はまたインタビューとかを見てまして、うん、まあ、野中選手さっきほら強いっていうか優勝してるって言ったじゃないですか、うん、でも、うん、あの、連続で右鎖骨を骨折してると。そうですね、っていうのもあって、うん、まあ、ちょっとうんっていうのと、その中でインタビューだけで見るのは小竹選手、うん、4番の小竹選手、今回短期なんですかね、うん、なんですけど、まあ、自分でやっぱ仕上がってる、伸びてますと、うん、まあ、まくりを出せればっていう、うん、出せればいけるよみたいな、このちょっと強気な感じ、うん、ちょっと気になるのはありますね、うん、ですかね、まあ、ちょっと穴にはなりますよね、また4だと、うん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 、あとあれですよ、今日の開催で、はい、2023年の青森競輪場の開催最後の日なので、はい、今日これが最後のレースなんですよね。あら、モリンちゃんもうなずいてますね、後ろで。じゃあすごい大注目ですね、はい、そうですね、なので、なんかそういう一個気持ちが乗っかる要素もあるし、うんうんうん、特にそんな時だったらもうこの先この辺雪が深くなっちゃって、はい、なんかあの金網ぐらいまで雪積もるんですって、うんうん、すごい、うん、高さが、うん、んな、だから、もう練習この辺できないから、冬季移動って言って、うん、なんか暖かい方にあの行くんですよ、うんうんうん、あの野球のキャンプみたいな感じですよね、うんうん、雪が溶けるまで地方とかに行って練習するんですね、うん、選手って、うんうん、で我々ファンとしてもね、今年最後の青森競輪場で行われる最後のレースなんで、うん、ここバシッと当ててね、今マイナス1万だから、あと19万あれ、まだ掲げてました？変わらず、ちょっと目標としますね、うん、最後なんで最後プラス10にします。あー、お5000枚、はい、724にかけるボックス。なるほどね、じゃあ乗っかっとこうか、とりあえず残り2分前、まずい、よし行こう、あお、あお、あお。ここで視聴者の皆様にお知らせです。皆さん、ミッドナイト競輪ってご存知でしょうか？実は競輪って朝、昼、夜、深夜と4つの時間軸で開催されていて、ほぼ毎日朝早くから夜遅くまで楽しめるんですが、その深夜にあたるミッドナイト競輪はだいたい夜の20時半から23時半まで開催されているレースになります。今回我々がお邪魔している青森競輪では、来たる年の瀬12月29、30、31日の3日間、福岡県北九州市にあります小倉競輪場に会場を移しまして、ミッドナイト競輪を開催いたします。年末だとこの辺りも雪深いので、他の競輪場を借りてレースを行うらしいです。
ミッドナイト競輪はネット投票で楽しむことが可能です。ネット投票は競輪 .jp やギャンブーをはじめとする民間投票サイトから行うことができます。3万円が当たるキャンペーンにもぜひ注目してみてください。詳しくは概要欄に貼られたリンクをご参照ください。12月29、30、31日の深夜はミッドナイト競輪で盛り上がりましょう。最終レース12レース開目、私こちらです。1着に16、あとは134671347と24.500円入れました。12,000円です。このやっぱ買い方が今日一番勝ててるので、やっぱこの買い方しました。はい、はい、頑張れ頑張れ。はい、私はですね、野中選手7番ですね。はい、まず2車単で72、で次フォーメーションで1着7番、うん、で2着が126、3着も126でフォーメーション、うんうんうん、で2シャターも買って、うん、7が1番でいっぱい買ってるね、はい、2番が、まあ、126と、でワイド、これがあれですね、モリンちゃんの、247ワイド、はい、で全てで59,000円。おお、え勝負に出なきゃやらなきゃやらなきゃ、すごいやん。外れたら新幹線のお金ないんで貸してください。はい、僕3点だけです。2社服171613です。あ、すごくシンプル。シンプルですね。はい、これでいきます。おお、2社服が一番当てやすいって聞きました。そうね、もうやっぱ最後当てて終わりたいなと思って、猪狩選手信頼でそこからそうです、ね、絡めて買いました。ここは森が7月に来て3連勝、まあ、その時は3日間目標つき家に帰れないかもしれない。だって今日最後だし、青森競輪でも最後なわけじゃないですか。そうだよ、これはね、イエーイで終わるんだから。ういあ、なるほど。あれ、あ、猪狩選手が前、あ、でもいいよ。でも大崎選手が前に出た。猪狩さん頑張って頑張って1番で猪狩ゆりとの連携、2人本生がまず前の位置を取っています。でも今大崎選手が前取ってるので、この後合流して野中選手は今は、あ、でも上がってきてる。野中選手は誰とだっけ、ドライン、ごめんね、埼玉東京勢は72か、ありがとう。あ、でもあの辺で落ち着いた感じが。なんか結構ライン作るのゆっくりですね。みんながやっぱ入りたいんじゃない、ね、でもこれで体勢が決まった感じで、16のライン、35のライン、72のラインで最後に4番、1番に猪狩選手が来ましたね、はい、これで猪狩選手が突っ張るとは思えないので、はい、3572でチームを組んでいがり潰しに来るかどうかかな。あら、7頼む。あ、72が行くね、これ行くね、72行くね、一回切っていいぞ、頼む、ね、あ、いいぞ、頑張れ。呪いみたいいいよ、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 前に、あ、いいね、いい、ね、あ、一回前に来て、まだまだ大丈夫。息が苦しくなってきた。大崎選手しっかりちょっとついていってほしい。し7はいい位置にいると思いますよ。多分この後猪狩選手が前に出るのにしっかりついていってくれると、いいじゃない、いいかなと。さあ上がってくるよ、多分猪狩選手も上がってくるんだ。これで野中選手、ああ動いてる動いてる、野中選手すごい、かなり外回りで野中選手、ああどうだどうだ、いけるかそれは。前出る猪狩選手、よし、猪狩選手前に、前に、猪狩選手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 、でも5番気にしてましたよね。あれ、私5番なんで買ってないんだろう。いや、751来てないかな。あー、申し訳んだはぁ、くそ、違うんだよ、751のマークつけて一回外してるわ。あー、もう嫌だバカが買ってれば、うん、
5000円買ってるんで、ま、満車ですよ。バカがよ、なんで追い打ちかけました。バカがよ。いややっぱ絶好調だったんだな野中選手ね。ね、3連続優勝でした ね、 ねすごかったですね、うん、6レースやってきたんですけどトータル収支の方が私は後半ちょっと掛け額もね調子に乗って増やしまして結果はですねマイナスの4360円。でも6分の4では当たってたんですけどす当選率で言ったらねあのかなり良かったんじゃないかなと。アルペコさん、はい、私はですね、まあ、後半当てられずが続きましてですね、はい、マイナス69500円。あらあらまあ、しょうがないね。ちなみに、ポリンちゃんに、はい、あの予想してもらったやつも全外れでございますので。あれ？ポリンちゃん車検。でも穴狙いなんで、そうですよね。当たる時もあるもんね。そうよね。そして、長山プロですよ。はい、問題の。任せてください。プロ。どうでしたか？ついにここでね、はい、出ました。ドン。後半の収支がマイナス45000、ちょうど昨日と同じぐらい負けましたね。あれ気持ちよく昨日と同じぐらい。うん、9万負け取りやないか。いっちゃん負けてった。でもやっぱあれですね、今日の私の中の感想は、ちょっと気持ち広めに安くかけるのがやっぱ一番遊べて楽しい。うん、なるほどね、確かに。初めてやるなら、うん、なんかそれがいいかも。いいこと言うね。いいこと言うね。いや、当たるのが楽しいですから。うん、ああ、まあそうね。そう、ね、うん。今日のなんか反省点とかあります？なんで感想じゃなくて反省点なんだよ私だけ。反省点ですか？もう この書いた件を出さなかった自分です。はい。間違いない。それ間違いない戻りたい。なんかね、本当ね、やればやるほど面白いのが競輪だったりすると思うんで、うんうん、はい、うん、いい意味で沼っていければいいかなと思いますよね。うん、はい、ちょっとね、1回2回と青森競輪ちょっと不甲斐ない結果にはなってしまったんですけど、そうですね、最終的には、うん、なんでぜひ、うん、次回のマガ競輪にご期待いただければなと思います。絶対に出るそれに。それでは次回もお楽しみに。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。本物241当たった。バカが勝ってるから、やったー、やっぱ63ですよね。笑ってる、ここで荒れましたね。勝ってる、イガル選手、前に前に、イガル選手、キラキラ、イガル選手、落ち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 。